ES 第2弾予想。皆さんお疲れ様です。チーム軍艦のいです。おそらく25日にタイムスリップ第2弾が来ると思うので、候補選手の紹介と予想をねしていきたいと思います。本当はねこの動画もっと早く出したかったんですけども、ちょっとねバタバタしてまして、配信もねあまりできてなくて本当にねすいません。そんな TS 第2弾なんですけども、誰が来るのかすごくね楽しみでして、第1弾は今岡さんがサテン年度変更されて登場しました。内野手が来たんでね、第2弾は投手、捕手、外野手が来るかなと個人的に思っております。ちなみに過去の TS 第2弾を振り返ってみますと、2016年は矢野選手、2017年は掛布選手、2018年は伊藤敦投手、2019年は鳥谷選手、2020年は大和選手、2021年は鳥谷選手また来て、去年は矢野選手となっております。鳥谷さんがね2回登場していたり、しれっと化されてますけども、掛布さんが来てたり、ガチャに自チーム確定のある第2弾ですけども、結構熱い人選になってるのかなと思います。それでは今年のタイムスリップ第2弾の候補選手を投手、捕手、外野手に絞って紹介していきたいと思います。まずは投手からやっていきたいと思うんですけども、投手の候補選手は福原投手、安藤投手が候補になるかなと思われます。まず福原投手なんですけども、2021年に登場したのが最後になりますね。2021年は査定年度が変更されて中継ぎがメインになりました。デフォ9位へ、称号で9位請求同値にできるんで、リーグでとても強いですね。超タイピンチ持ちではあるんですけども、リアタイはちょっと厳しいのかなと思います。安藤投手はまだねタイムスリップで登場していないので、そろそろタイムスリップ初登場あるのかなと思います。2015年2016年シリーズ1シリーズ2の通常で登場してるんですけども、16年シリ1はデフォ制球 A 超コントロール持ち、シリ2は制球下がってますけどもタイピン持ちとなっています。球種には F ですがツーシームがあったり、あとフォークがあったり、球種が多くて球速は速くないですけども、配球が楽しそうな投手かなと思います。お次は捕手なんですけども、DS 常連の矢野選手が今年登場しないので、原口選手が新たな捕手枠として今年登場濃厚かなと思っています。2021年の石橋セレクションで登場しているこの能力で登場するのかなと思うんですけども、弾道パワーヒッターでミート型、称号でミート A もしくはミパ同値にできます。原口選手は個人的にねこの写真がとても好きなんですけども、打撃フォームがかっこよくてね絵になる男なんで、写真にも期待したいなと思います。あと梅野選手も候補になるかなと思ってまして、皆さんご存知だと思いますけども、2016年シリーズ1、2017年シリーズ1では弾道アーティストで、2018年で低弾道に変更っていうねもう別人になってしまってるんですけども、アーチ梅野がタイムスリップで復活したら話題にもなると思うし、面白いかなと思っています。ラストは外野手の候補なんですけども、やっぱり大和選手と新庄さんになるかなと思います。大和選手は2020年に登場したのが最後で、そろそろ再登場ありそう。ステータスは総力型で、称号で総力 A。 大和選手の魅力はやっぱりこの守備ですよね。メインはセンターなんですけども、限界突破で捕手以外できます。土下座したらキャッチャーもやってくれそうなんですけども、特殊でレフトライト B にできるし、捕球も S だし、スピリーグ予選のために登場してほしいなと思います。新庄さんは阪神枠で最後に登場したのが2019年ですね。去年登場しなかったんで、今年は阪神枠になるか日ハム枠になるか、それとも今年もね登場しないのか正直わからないんですけど、新庄さんも守備がねめちゃくちゃすごくて、特殊でセンター S にできるし、レフトライトは74の B、塚本選手もセンター A なんですけど、肩がね低くて不安な時あるんで、正直ね新庄さん来てくれたら嬉しいですね。リーグ目線的にも今年の阪神純正はパワー型がね意外といるので、パソー同値のね新庄さんが登場したらパワー型8人のコンボも出せるかもなーなんて思っています。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。タイムスリップ第2弾の候補選手のね紹介をさせてもらったんですけども、最後に僕のね予想なんですけども、安藤さんが TS 初登場するんじゃないのかなと思っています。安藤さんの実績を考えると登場しておかしくないと思いますので、中継ぎじゃなくてねもしかしたらメイン先発かもしれませんけども、今年ね登場する可能性はね十分あるのかなと思ってまして、はい、期待したいなと思います。去年もね僕ね TS 予想とかしてるんですけども、ことごとくね予想外してるんで、あまりね自信はないんですけども、もしよければね皆さんの予想もぜひ教えてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。最後に S ランク契約書を開封して終わりたいと思います。
本当はね、ミキサーこれね、やるつもりだったんですけども、ミキサーまだ来てないんで、はい、S ランク契約書開封で勘弁してください。それではやっていきましょう。もちろん狙いは、自チームなんですけども、大山選手がどうしても欲しいですね。アーチ大山選手。もしね、アーチ大山選手獲得された方、使用感教えていただけたら嬉しいですけど、いやー、早く使ってみたい。さあ、誰が来るかお願いします。来い！あー、つもり選手。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルはプロスピ阪神純正で楽しんでおります。ぜひチャンネル登録、そして高評価していただけたら嬉しいです。お疲れ様です。ありがとうございました。バイバイ。